ドンコメニュース東京メトロ銀座線大幅減便不自然なタイミングのダイヤ改正の理由勝ち組1点3年連続赤字決算の現実味どうもこんにちはドンコメです先日東京メトロが8月下旬に減便を中心としたダイヤ改正を実施することを発表しました特に大きな変更となるのは銀座線と丸の内線です銀座線は日中時間帯に毎時18本から12本に 大幅減便となりますこれまで3分20秒間隔運転でしたが5分間隔運転となります確かにもともと他車線から見れば朝ラッシュを延々と続けているようなダイヤだったのでいつかはやるのではと考えられていましたしかしそれだけもともとはドル箱路線だっただけに銀座線の減便は東京メトロの経営がまだまだ苦しいことを示しているものと思われます丸の内線はやや複雑な書き方がされていますが 池袋から荻窪の本線で現行ダイヤよりも毎時1本の減便となるようですまたこれまで方南町支線で使用されていた3両編成の使用を取りやめ全線6両編成での運転に統一されるようですその他の改正については東西線と千代田線で主に朝ラッシュ時間帯で少数の減便が実施されるようですまた併せて発表されたプレスによると取締役報酬月額を 当面10減額すするととのことです2022年3月期の期末決算では JR を除く大半の大手私鉄会社が黒字転換していた一方東京メトロは営業利益、経常利益、純利益のいずれも赤字のままで2年連続の赤字決算となってしまいました東京メトロの経営が苦しい理由は3つ挙げられるでしょう一つは不動産事業が弱いことです地下鉄の宿命ともいえる地上は自分のものではないということで 路線規模の割に保有不動産が少なく、利益が他社と比べると小さいのです。もう一つは、路線の大半が各駅停車で、特急や指定席列車などの運転を基本的に想定していない路線構造であることです。このため、増収施策が打ちにくく、TH ライナーやメトロロマンスカーの運転が実施されていますが、あくまでも他社の車両を借りて実施しているに過ぎず、自社車両での運転は実施されていません。大半の路線が 他社線へと相互乗り入れしていることもあり自分の意思だけで減便や運休の判断をすることが難しかったことも負担になったことでしょうそしてもう一つは東京オリンピックのパートナー企業だったことですコロナで最も影響を受けた2020年と2021年その年は東京オリンピックの開催年でしたしかしパートナー企業である以上中止を想定した列車運行はギリギリまで計画できなかったはずで かなり後手後手の対応になったであろうことは想像に難くありません。そうは言っても、JR を除いた大手私鉄各社の中では突出して赤字が大きい現実は直視しなければなりません。売上高も1年間で3.8%、100億円程度しか回復しておらず、純利益は400億円ほど改善してはいるものの、なおも133億円の純損失となってしまっています。これは 車両の更新時期と重なってしまったことが原因だと思われます。2010年代に入ってから、東京メトロは、ほぼ全路線の車両を、すべて交換する勢いで、車両の新動を続けており、現在は、丸の内線と半蔵門線に新型車両を、さらに、南北線で、6両から8両への増結車両の製造を実施しています。これらはもともと予定されていた計画であり、そう簡単には止めることができません。実際、 キャッシュフロー計算書を見ると投資活動によるキャッシュフローが直近1年間で約380億円減少していましたがそれでも営業活動によるキャッシュフローよりも大きな金額であり本業の利益を食いつぶしてしまっていることがわかりますストレートに言ってしまえば車両の更新がなければ黒字にはできていたであろうと考えられます。とは言っても中途半端に止めるわけにもいきませんし同水準の出費が今年度も続いていくものと思われます。この投資は ここれれ以上削るととができないと考えられます。だとすると、この連続赤字から脱するには、本業での利益を改善するしかありません。しかしながら、基本的に薄利多売、利用者の増加が起きなければ、増収が見込めないタイプの鉄道会社である以上、去年以上の利用者増加は、なかなか見込めないものと考えられます。となると、収入以外の出ていくお金を削ることでしか、収支改善はできません。だからこその、今回のダイヤ改正だったのでしょう。 ダイヤ改正は通常1年に1回3月に行われるのが定例ですから8月に実施それも減便を中心としたものを実施するのはかなり異例ですそこまで切羽詰まった行動に出たのはおそらく第1四半期の決算が赤字になっているからではないかと考えられます JR も含めて今年はゴールデンウィークが好調でしたから大手鉄道会社は軒並み良い数字が出せていることでしょうしかし東京メトロに限っては ほとんどこの1年間で状況が変わっていませんから最悪の場合1社だけ唯一の3年連続赤字になることが予想されるわけです。もう一度言います。1社だけ唯一の3年連続赤字になることが予想されるわけです。では東京メトロは一体どうすればよいのか難しい問題です。利用者が増えればもちろんいいのですがかといって地下鉄は単価が低い薄利多培構造ですから1割2割増えた程度では。 あまり大きな数字にならないのもまた現実ですこれから減便するのですからただでさえ混雑度も上がることでしょう最も理想的なのは乗客が増えなくても利益が上がるような状況です例えばグッズ販売ですがこれは博打でもあります開発や配送コストもかかりますし売れなかったら元も子もありません余計な開発費用がかからずそれでいてなるべく単価が高くできるものそういった都合の良い商品が発売できるようにしたいところです。 例えばデジタルサイネージ東京メトロはホームドアなどに広告を掲載する事業を実施していますこれは何かいろいろなことができそうですただ基本的に地下鉄の利用者にしか見られることがない広告ですから減便する路線への広告というのはちょっと苦しい宣伝文句となりそうですですが東京には専門学校などが多数ありますから東京メトロの沿線を舞台にしたオリジナルの映像コンテンツなどを制作し配信するといったことも一つの手でしょう コンテスト形式にすればメトロ側は賞金を用意するだけで済みます受賞作品の映画化や DVD などの販売なども収益化への方法の一つとなるでしょうやりがいの作手みたいなように感じる方もいるかもしれませんがクリエーターにとって目に留まりやすい活躍の場が増えることは非常にありがたいことでもあります少ないよりはたくさんあった方がいいのですドンコ目にはなかなか他にアイディアが思いつきませんが鍵は地下鉄の利用者数に関係なく それでいて高単価低コストで開発できる商品を安定的に供給できるようになることそれが東京メトロ経営改善の鍵となることでしょうそんなものどこの鉄道会社も喉から手が出るほど欲しいに決まっているだろうごもっともなツッコミですしかしそれを意識しているかしてないかだけでもかなり違った結末となるでしょうとにかく乗客を増やそうとか安売りやフリーパスを販売すれば人が来るだろうとか マニア向けのイベントでもやっておけばそれなりに稼げるだろうそんな安直な考えだけで行動しているよりかはだいぶ違った結末になるはずです7月下旬から8月上旬にかけては鉄道会社も第一四半期決算を続々発表する予定ですどんこめもこれはと思うものをピックアップしていく予定ですのでどうぞよろしくお願いいたします